皆さんこんにちは。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。今日の動画は2023年9月30日と10月1日に北海道調教行ったのですが、その時のブログ動画になります。やばい、動画が進んでく。飛行機の座席がね、ハート見えるところでした。可愛い空の旅。1本目のライブ前にですね、近くにおにぎり屋さんがあったので入ってみました。すっごいいろいろなおにぎりがあったんですけれども、親子イクラを注文しました。具がたくさん、おにぎりも大きい、美味しかったよ。それではライブスタートです。出番がですね、このライブ10時20分とかだったので、みんなのテンションすごかったです。この曲一番のみ流すので見てってください。ライブ2本目の前にマックで休憩しました。いや、2本目もめちゃめちゃ盛り上がりましたね。じゃあライブ後お腹空いてます。北海道らしいご飯、ジンギスカンを食べました。ここのお店前、北海道行った時、たまたま行けて、すっごい美味しくて、絶対行きたくて、今回も行けて、よかったです。美味しい。1日目のライブが終わった後、10月1日に、単独公演を、ノベルサという建物の中の下にある会場で行うのですが、ちょっと下見行きました。ではちょっと、もう画面切り替わっちゃったんですが、こちらは10月1日の朝、準備中のお姉さんです。念入りですよ。朝ごはんは会場の最寄り駅の地下街にあったプロントさんでモーニングセットを注文しました。プロントさんのモーニングセット初めてだったんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。ということで、松山葵いきなり単独公演 in 札幌2? 会場は2年8組札幌校さんです。可愛らしいです。
2週間前の決定でこんなにたくさんありがとうございます。単独公演後には有名な時計を見に行きました。観光のお客さんいっぱいだったよ。北海道ラストご飯は小さな海鮮丼を食べました。何回目のもぐもぐお姉さんだろう。でもこれもさ、遠征の醍醐味なのかな。美味しかったです。美味しかったしか言ってない。ではでは、もう暗いですが東京に帰ります。北海道またね。楽しかったよ。